ゴルファーのためのクレジットカードゴルファーズプラスカードが登場しました。このカードはポイントカード機能、クレジットカード機能、さらにゴルファー保険が一体となったカードです。このカードで決済すると最大 3% のポイントが還元されるので、そのポイントを使ってたくさんゴルフに行きましょう。このカードにはゴルファー保険がついているので安心してゴルフを楽しむことができます。ゴルファーなら持っていて間違いなしのカードなので、お早めにお申し込みください。はい、こんにちは。こんにちは。ちかです。かのみんです。ガブレラレイコです。はい、カメラマン山ちゃんです。今日は初心者コースデビュー企画第3回です。はい、はい、こちらショートコースにやってきてます。普通のコースよりもちょっと短いんですよ。だから初心者の方でも手軽にこうコース体験ができたり、あとは練習ができたりするところです。で、今回来てるところは千葉県にあるアコーディアガーデンシーズさんのショートコースにやってきてます。じゃあ林プロお願いします。お願いします。 DJ ティッキングプロの林正人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は今ちょっと軽く説明があったんですけど、実際の本コースに行く前に、ここのショートコースの方でちょっとコースに向けた実践、芝から打つとか、あとルールマナーとか、ちょっとそういうところをレッスンしていきたいと思います。はい、はい、で最後に時間があればここでちゃんとプレーしてもらって、ちょっと勝負してもらえればいいかなと思ってます。はい、はいはい、そんな感じでちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そう、今日は純ちゃんがいないんですよ。はい、そうなの、はい、そう、寂しいです。純ちゃんから、まあ、皆さんへって形でリエンダのゴルフウェアを、ね、はい、プレゼントしてもらって。かわいいです。言ってました。上がりました。ね、かわいいの着るとテンション上がります。リエンダって知ってます？あ、知ってます。はい、ゴルフウェアあるのは知らなかったんですけど、うん、普通のファッションブランドとしてめちゃくちゃ有名なブランドで。なるほど。あの、今日は、ね、このウェアを着て行ってみたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。まあ、パー3って言って、まあ、パー4、パー5とかあるんですけど、基本的にパー3の場合は3回打ってカップインしたら上出来ですよっていう目安ですね。で、そこはまず今日は気にしなくていいので、はい、まず見てほしいのがこの115ヤードで距離、はい、練習場で今までバーンって打ってて、まあ、60とか100の看板とかあったと思うんですけど、まあ、それだと思ってもらって、全部で115ヤードあるので、今日皆さんだったら、まあ、7番アイアンでもいいですし、ハイブリッドっていうのが今日クラブセッティングに入っているので、はい、それで打っていただいても OK なので、クラブをちょっと皆さん選んでいただきたいんですけど、はい、まあ、最初なんで自信あるクラブでいいですよ。ラッキーセブン。ラッキーセブンいいですよ。じゃあラッキーセブンにします。ハイブリッドの5番。飛ぶかな、はい、あ、7番そんなに差がないの。あ、そっか、不安になっちゃう。みんなに合わせようとするザ日本人で打つ順番を決めなきゃいけないんですけど、くじ引きみたいなのがあって、ここに、まあ、1,2,3,4 なんか印ついてるんで、これちょっと順番に引いてもらって打つ順番決めます。はい、なんか一つやると同時に引くか。はい、せーの、はい、1,3,4。最初ちょっとやっぱ自分デモンストレーションで説明者が打つんで、自分が1番で、はい、で2番、3番、4番でいきましょう。はい、はいはい、でこんな感じで朝ティーショット打つ前にこれ決められるのがあるんで、はい、はい、一応持ち物をちょっと確認したいので、はい、皆さんボールお持ちですか？はい、はいはい、同じ同伴者のちょっとボール被らないことがいいので、一応みんなでボール確認して、今回はカラーでちょっと分けたんで、はい、これでいきましょう。はい、はい、あと、はい、ティーと、はい、あとマークですね、はい、このマークは後でグリーンで説明するときに使うので、はい、あと、まあ、グリーンフォークっていうのが必要なんですけど、まあ、そういう必要なものを一応ポケットに入れといて、ボールだいたい 2,3 個入れといてもらって OK です。はい、はい、クラブ振ったりして危ないんで、ティーグラウンドに乗る人はまあ1人だけにしてもらって、それ以外の人はあまり被らない、みんなの場所にいてもらいます。今ここにアコーディアのマークが2つあるんです。これよりも前で打ってしまうとペナルティになってしまうので、この2つを結んだ間よりも後ろで打ってもらいます。こう見たときに右と左、なんかどっち行きたくないなとかありますか？左、右、右、右が気になります。もし気になったときに、じゃあ
右が気になるって言った時にティーグラウンドどっちに立つといいと思います？まあ、この左サイドなのか真ん中なのか右側なのか。右より左。そうですね、まあいろいろサンプル両論あるんですけど、基本的には右が嫌な時はちょっと右に構えた方がいいです。まあ、なんでかっていうと、左に構えると右の景色がより広く見えちゃうんで右行きやすいんです。まあ、後で立ってもらったら分かると思うんですけど、で右が嫌な時に右に立つと左が広く見えて右がちょっと狭く見えるんで、ちょっと右側の立つ時をイメージが結構大事になってくるんで自分で選びます。今日はショートコースなんでこの短いティーを使います。でティー刺す時は、まあ、よくこう初心者でこうやって刺してなんか乗せてやってると思うんですけど、あんまりかっこよくないんで、こう自分の場合なんですけど指にティーを挟んでボールを乗せて、この親指、まあ、手のひらの甲でこう地面に向かって押すみたいな感じでやると、あ、このまま、そうです、このままこう刺してグって押してあげるとスムーズに、でこれでティーアップしたらいつもの練習場でやってたルーティーンを思い出して、まあ、最初に、まあ、素振り1回ぐらいポーンとして、でじゃあ実際にあそこに打っていくよと思ってこう構えてボールを打っていくという感じで、ちょっともう最初に自分が打っちゃうんで、はいはい、この手順でいきましょう。お、すごい、ちょっと、ってか、内緒、はい、乗りました。あとはもうパター打つだけなんですけど、まあ、こんなにうまくいくことはなかなかないので、さっきじゃ自分の行きたくない場所に行かないようにじゃないですけど、ここ目の前にこう色が、芝の色が違うと思うんですけど、はい、緑色のところがフェアウェイって言って、そこに打っていくと一番簡単ですよって場所なんで、あそこめがけて打っていけるようにちょっと頑張りましょう。はい、これ空振りはどうなるんですか？空振りはもう一回打ってもらうんですけど、数えます。はい、一回で。あ、空振りも数えられるんですか？はい。意外に下硬かったりするんで。下硬いです。で、すみません、一つ忘れたんですけど、はい、必ず同伴者の人に挨拶。今日一日よろしくお願いしますって挨拶を。はい。今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。で結構あれですね、コースとかにもちょっと一礼するといいことあるかもしれないんで。はい。一礼しようじゃん。あ、セーフ。そこに、はい、木に当たって出てきた。すごい。あ、これさっきコースに一礼するとこう助けてくれたりもするかもしれないんで。すごいいいことだ。オッケーオッケー。そっか、木に助かったりもするんですね。そうですね。今何が起こったか分かんない。あの木に当たってあの真ん中に戻ってきました、うん、すごい、ね、見える範囲を今日も一日よろしくお願いします。お願いします。同じく右です。やった、みんな同じ。ちょっと戻ってきた感じ。本当だ。じゃあ今2人とも右にちょっと続いてるんですけど、ほのみんこれチャンスボールだよ。はい、よろしくお願いします。お願いします。お、うまい、うん、どうだ、止まるか。はい、大丈夫ですね。ラフ、右サイドのラフですね。まあ、最初、まあ、緊張もあると思うんで、まあ、でも気持ちよく振ってたんでいいかな。空振りも痛いですし、はい、全然ちょっとこの調子で、はい、で今から今打った場所にみんなで移動していきます、はい、どうでした、初めての第1打目は。楽しい。楽しい。でも緊張しますね。するよね。で、一応ここですね、ちょっと芝の色変わるのが短くなるので、ここがグリーンです、はい、なんで今ティミカートグリーンデリケートなんでそういうの乗っちゃうと傷ついちゃうんで、ちょっと外回ってこっち次のティーグラウンド向こうになるので、こうすぐ移動できやすいように皆さんこの辺まで持ってきてもらって、でこのグリーンで打つクラブはパターですね、はい、はい、皆さんパター持っていただいて、まあ、普通に入ってきてもらって大丈夫です、はい、で結構盛り上がったりしてこう飛び跳ねたりとかに急いでると思って走ったりする方が多いんですけど、グリーン上は絶対走ったり飛び跳ねたりとかしないように、は
すごいグリーン傷つきやすいんで、はい、そこだけは一応マナーとして、はい、さっき自分がティーショットで打ったボールがこれなんですけど、はい、これを、まあ、さっき言ったのマークに、はい、はい、これをあのカップに対して、はい、後ろボールの後ろに刺します。ピックアップで取ってもらって、で自分の打つ順番が来たらまたこれを置いてあげて取るという、はい、なんでこれを前に刺して取ってまた前に置いたら近づいちゃうんで、これはしないように、はい、ここからちょっと1人ずつ打っていただいて、はい、あのカップインにしてもらって、ここはホールアウトになるので、はい、あとあのレッスンした時に、はい、傾斜だったりとか、はい、強さあったの思い出してもらって、はい、ちょっとこの辺からボールを置いてもらって、あ、いいですね、内側で、内側、はい、ちょっと大きかったでもライン的には割とまっすぐ、こんなに曲がることはなかったかなっていう感じ。そしたらあれマークしましょうか、はい、はい、もし入れたら、一緒にパーツ見たのか、パーちょっと弱い。で、まあ、してピックアップ。はい。惜しい。難しい。みんな同じような感じですね。こっちから下り、こっち上りなんで。昔、こうコロコロコロリンすっとんとんっていくのは私ら、うん、私ら超コロコロコロリンコロコロコロしてる。じゃあガブちゃんのでいきましょうか、はい、じゃあこれ刺さってもらう、どっちやっていい、ここはで誰かしら入れてもらえると、頑張れガブちゃん、プレッシャーあーガーン、結構気持ち上がってますね。好きやな。さっきのガブちゃんってやっぱちょっと強かったんですね。来た。あ、じゃあ跳ねてない。気持ちが出るんでね、一応こうナイスです。なんか食べ、はい、出ちゃうよね。でもとりあえずここはもうちかちゃんが入れてくれてるんで、はい、一応3打なんでパーですね。パー。はい、ナイスパー。ナイスパー。で一応流れが今みたいな感じで、はい、まあ、ティーショット打ってちょっとセカンドは、ね、自分の乗ったんであれですけど、今みたいにカップインして終わりになります。はい、はい、でそんな感じでちょっと次のホールに行きましょう。はい、はい、グリーンに乗せるのをもっと頑張りたい、うん、あそこまでが長そう、ね、ここに乗るまでがあれを採用ボールにされたいね、うん、パターの時、入れたい気持ちが強すぎて、ね、分かる、めっちゃメンタル出てくるよね、これは決めたいみたいな。ここでやります。はい、ここ池絡みます。はい、はい、これは本当は何、まあ、さっきのあれ距離90なんで、はい、ちょっと短い、まあ、その分なんかこう木が生えてたりバンカーが見えてたり、手が振るとか、まあ、ちょっと簡単にはいかないよっていうホールで、池を越えるまでは60ヤード飛ばさないとうまくいっても池入っちゃうんで、絶対60ヤード以上、そう、まあ、90を打てるクラブなんで7番ですよ。いや怖いと、さっきのやつにしよう、ハイブリッドで、はい、あの木を折り上がって左の方に打ってって全然 OK です。あの木に当たったらもうしょうがないし、例えば池に入れるかまだまだ全然マシなんで、ここはピン狙えるはもうあの木を狙って打ってもらって傾斜してるんで、もしかしたら転がってグリーン乗る可能性もあるので、でさっきパーパット入れたちかちゃんから、はい、行きましょう。あーあきれいにすごい出た。今のは多分距離的には池を越えれる距離は打ててたんですよね、うん、で当たりもそんなにそこまで悪くない感じだった。ちょっとやっぱ方向が池の方に飛んでるんで、
たまたま、まあ、コースの戦略にしっかりハマったっていう感じで、はい、まあ、怖い。でもこういう風にね、今日はもう池に入るとか普段の練習場じゃね、こういうのないんで、はい、体験できていいのかなと、うん、はい、あと2人が多分今池に入るっていうのはもう取れたんです、まあ、そうだ、取れたか、私が取れた、これ高いですかね。大丈夫ですよ、いい感じですね、ちょうどいいぐらい。しっかり、しっかり当たり良かったですけどね、同じくしっかり同じすごい、番手を変えても同じで、たますしね、これは緊張するな。滑りいい感じですね、いい感じ、いい感じになりそう。顔が新しい撮れ高なんですよ3段階ブームにしズームにして顔を写したん、はい、今多分もう一回素振りしていいですよ、はい、一回素振りしましょうか。いい感じ、いい感じ、いい感じ。すごい速さ、これバイオみたい。まあ今の球が、あの練習場で多分第1回ぐらいにしたからゴーンって言ってたあの球が今のですね、コースに出ると。なるほど、なるほど。だからあんな吸い込まれちゃったんだ。ここ池がなければ多分3人とも結構いいとこだったんですけど、まあ見事に手前に大きい池があって全員だったんで行っちゃいました。でも本当になんか周り行き全くしなかったけど来たら全然なんかちょっとね、うん、打てないけれどもなんか楽しい3人がちょうどいい、ね、あれだから、そうそうそう、この問題では負けたくないって全員思って戦ってるから面白い。戦ってるの負けないぞ、ね、やっぱこういうのがあるから多分ゴルフって楽しいのかも、こう、ね、みんなでワイワイ。あー、なるほどね、うん、すごい楽しいです。あれ急にスパルタ先生になった。コース行ったらやっぱりこういうアンジュレーションで傾斜があるところがあるんで、はい、こういう時にじゃあどうやって何を意識して打っていけばいいのかっていうことなんですけど、もう見るからにすごい傾斜じゃないですか。今こう右足に下がって左足上がりなんですけど、こっちに下がるから体重こっちにかけちゃうと傾斜にかかってる分だけ体が戻る。絶対この地球と喧嘩したらダメです。で、傾斜地は絶対に大きいスイングして飛ばそうとすると膝が上下してミスしやすいんで、必ず膝だけはこう上下しないように、もうここピンすぐ手前なんで、ちっちゃい7時5時とかでいいんで、重心をちょっとかかってる分だけ右に乗せてあげて、7時5時でそのままこの傾斜通りに振ってあげて、ポンと。あー、すごい、わー、すごい。だけど、まあ、ちょっと今大きかったんですけど、まあ、こんな感じで傾斜と反してドンって打つとボールが結構強く出ちゃう。このまま、まあ、多分後で誰かがミスするかもしれないですけど、一応ミスはこの乗せた状態でこうやってあー、強いとか返ったりとかするんで、必ず傾斜にかけたまま膝が上下しないように、上手。やった、今の感じですね。で、今ので打ち方良かったのでボールがしっかり上がったっていう感じで、やっぱ振り幅がちょっと大きかった分だけオーバーなんですけど、スイングは OK。 はい、はい、ありがとうございます。重心はどっちかかっているように見えます。もう少し、はい、あ、うまっ、やっただ、 OKOK、 すごい、うまい。思ったより傾斜ってちょっと気をつければ打てるんですよ。あんまりこう難しくない。うん。で、今のは多分スイングも良かったんですけど、フォロースルーって言って上げた分だけフォローがしっかり出てなくて、パチンで
終わっちゃったところなんで、もうちょっとフォロースルーを出してあげれば、もうちょっと球が出たのかなっていう感じで、思ったより多分こんだけ難しそうだなと思ったけど、出ましたよ。出ました、はい。でもっとここら辺からだったとしても、さっきみたいなの出るの？出ます。だから傾斜が今は左足上がりだったんですけど、例えば下がりだったら今度は左足上がり、つま先上がりだったら、まあ、かかとに上がり、もう傾斜は全部基本的に自分の体重がかかる方にかけてあげて、膝の高さだけこう上下しないようにスイング気をつければそんなにトラブルショットにはならない、はい、っていうのをちょっとここで体験してほしかったっていう、本コースに向けてなんで、はい、なるほど。ここはこのホールはこれをやりたかったんで、はい、で後半はちょっとずつこうプロの力を借りないで回ってって、はい、最後は自分一人で最初から最後までやるということを。一人で。でもじゃあこれからじゃあバチバチの戦いになるってこと。バチバチはそうなんで戦いしてください後半も楽しみにしていただくという形で、はいはいはい、次に行きたいと思います。はい、お楽しみに。お楽しみに。